のぶさん、準備よろしいですか？はい、大丈夫です。あー、ダメダメよ、そんな優しい顔してたら。何がいやいや、もっと頬骨とかへこませってどういうことやねん。あ、ペットボトルなんかいつでもぶつけれるようなそうですね、木下さん、はい、あ、もう顔がもう優しすぎる。こうしとこう。もう笑う、笑っちゃいますよね。そう、笑うのよ。もう一回それ。あ、そうですね、その角度、はい、うん、さあ、ではのぶさんの楽屋挨拶好感度落下チャレンジお願いします。お、嫁の浮気相手が入ってくると思う。失礼します。失礼します。ご挨拶よろしいでしょうか？はい、おはようございます。もしウエストランドです。お願いします。まず最初にやってきたのは M1 ファイナリストになるが8位という結果に終わったウエストランド。あの、先日あるとした M1 の打ち上げ配信、 M1 おもろなかったなっつって、どうでしたかね。そのちゃんと最後帰りちょっとご挨拶できなかったんですけど。そうだね、 M1 おもんなかったな。あの打ち上げの時は優しく言っていただいてたんですけど、顔見せちゃダメですよ、絶対に。見せちゃダメです、はい、バレちゃいますから。まあ順番っていうのもあったとまあ思うんやけど、最後であれ弱いな。まあなんかな、順番とかあったと思うけど、最後であれ弱いで。いや、もうちょっと巻き込んでいけたらなっていう感じであったんですけど、まあ確かにあんまり受けもちょっと弱かったんで、うん、いやいや、わしは俺はネタ作ったこともないし、ネタのこと一切分からんけど、まあおもろなかったなって、理不尽なこと言うけど。まあなあ、もう俺はもうネタのことに関しては作ったこともないし、はい、考えたこともないけど、まあまあもうおもんなかったわ。お弱無人だな。改善点とか分からんよはないですか？分からんよ。すみません。改善点なんか作ったことないんやから。でも、はい、でもおもろなかったんだけは分かる。でも笑っちゃダメです。ダメです、笑ったら。まあ、あの、せっかくその同郷というか岡山出身なんで僕ら二人とも、はい、ちょっともしよかったらこう一緒になんかいろんなところで行っていただけたらな。いやいや、それもいいけど、もうそれどうやって作ってんの、あのネタ。一応まあなんかこう思ったこととかをこう腹立ったこととか、ここちょっとおかしいなみたいなことをこう書いたりとか。うん、そうですね、ちっちゃい声、ちっちゃい声ですごいな、なんか、まあ、ここ変じゃないみたいなところをこう言っていけたらなっていう感じであるんですけど。すごいな。すごい。あ、ちっちゃい声いいですね。尻滅裂なこと言ってる。てあれ、あの漫才どこがキーワード、どれが一番受けるポイントやったん？あの漫才のどこが一番受けるポイントやったん？キーワードみたいな、なんかお前らの中で。そうですね、まあ、可愛くて性格のいい子いないよとか、まあ、顔も含めてですけど、あれちょっと、まあ、緩急って言ってあれですけど、そういうワードとか。すごいな、まあ、もうちょっとあそこで受けてほしかったなっていう感じはあるんですけど。すごいな。すごいっていうのは、いや、なすごいな。まあまあそういうところで笑いが起こったらいいって感じか。急にでもなんか、そうですね、はい、お前らなんか女紹介してくれ、うん。何歳ぐらいなお前だって今。僕らもう37とかなんで、うん、はい、ちょっと女紹介してくれ。いや、だって大丈夫なんですか？その時だけ飲みに行くわ。その女用意してくれる時だけ飲み行くわ。いや、その大丈夫なんですか？なんかいやいや、ぜひあれなんですけど、一回普通にその芸人だけでとかはどうですか？芸人だけで飲み会？はい。そんなんええわ。ちょっとよければ。いや、芸人だけで何喋るん？普通なんか分からんけど、芸人だけで何喋るん？お前ら何喋るん？いや、普通にそりゃ、まあ、お笑いの話とか、こういうネタ考えてるとか、そういう話とかもしますけど。すごいな。すごいな。これ面白いな。いや、うん、みんなそんな感じだとは思うんですけど。で、さっきから後ろのやつ一言も喋ってないけど、お前一旦もめんかっていう、なんか変な例えツッコミしてる。あと、お前その奥の方のやつ、さっきから一言も喋らんけど、お前さ、一旦もめんか。もう一
すみません、ちょっとやっぱすみません一旦もめんかっつって一旦もめんかって奥がちょっと笑わないでです笑ったらあんまりもともと喋んないんで、そうですね、すいません、めちゃくちゃいい、緊張もいやめっちゃ下がってますよ好感度、これ悪態をつき順調に好感度を下げていくノブ、ここから大吾がさらにフォロワーを落としにかかる。ちょっと嫌いや タイタン、そうですね、はい、あの事務所タイタンなんで、はい、誰や先輩、違うんですよ、一番上の先輩誰や、うん、まあ、タイタンの一番上の先輩誰、まあ、爆笑問題さんが、はいはい、もちろんいらっしゃって、声の色変えてよろしゅう言うとってな、よろしゅう言うとってな、はい、あの爆笑さんは、はい、そうなんですけど、あの、爆笑さんとこか、はい、あのちょっとせっかくなんで、うん、告知用に SNS のちょっと載せたいと思うんで写真とかって、うん、あの今日の告知を SNS でしたいんで、俺と、はい、もしよければ、え、フォロワー数知ってんの、フォロワー数知ってる、俺の、いや、はいはい、お前何人ってんの、多いのはもちろん知ってるんですけど、お前何人って聞いて自分のやつ言って、お前何人なの、僕ツイッターが2万人ぐらいでインスタは2800人ぐらいですけどうーん、俺両方合わせたら320万チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな、プレミア会員な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね、見られたくないけどね、この動画の続きはここをクリック。